愛媛 CATV どこでも使い放題工事不要のインターネットイーネットエアー6月1日と2日、伊予市にある伊予農業高等学校で愛媛県高校総体ライフル射撃が行われましたライフル射撃には県内3つの高校からおよそ50人が出場エアライフル、ビームライフル、 ビームピストルの3種目に分かれて競技が行われ初日となる1日にはエアライフル競技がありましたまず大きくライフルとピストルに分かれてましてえライフルはあのライフル銃といの猟両銃で使うようなあのちょっと長い銃を使用した競技ですその中でもあの空気銃エアとビームに分かれておりましてえ空気銃はえっと まあ玉鉛の玉を発射して空気で発射して競技するスポーツになっております。でビームはあのレーザー光線を発射することによって点数を競競い合う競技です大体の人はあのビームから始めてエア競技になるんですけどえっとビームはもう光線なので打った感触っていうのはあまりないんですけどエアはあの実際に玉が。 出ますのでその反動だったり銃の重さだったりそういったところでややビームとは違った難しさというのがあります気をつけてることは構えが長すぎないようにしていることとエアは反動がちょっとあってブレることがあるのでそれを気をつけて打っています600円にならなかったので これからもっと練習して600を出せるようにしたいのと四国を目指して頑張っていきたいです、えっと、まだエアライフルは初めて2日なんですけど、えっと、次は600に乗せれるように頑張りたいです照準時間が、えっと、毎回60発打つんですけどその間比較的時間構える時間が一緒になるように気をつけています。 今日の感想は、大会では自己ベストなんですけど、自分が目標にしていた点数には届かなかったので、次の試合の時までには、点数を上げれるように、頑張って練習したいいと思います各競技の上位入賞者は、6月15日と16日に高知県で行われる、四国高等学校選手権大会に出場します。